ハルク・ホーガンはアメリカのプロレスラー。ジョージア州オーガスタ生まれ、フロリダ州タンパ出身。長女は歌手のブルック・ホーガン。老いは元プロレスラーのホーレス・ホーガン。次女によると、少年時代のホーガンは圧倒的な体格を生かし、野球のリトルリーグでは強打者として活躍していたが、太りすぎて折り足が遅く。 他のスポーツは苦手であったという。高校時代にボディビルディングで体を鍛える一方、南フロリダ大学時代から、ラッカスというロックバンドのベーシストで活動した。もともと、プロレスファンだったホーガンは、スーパースタービリー・グラハムに憧れ、自身の巨体とロックバンド時代に培った観客との、やりとりの才覚を生かすべく、プロレスラーになることを決意。ビリー・グラハムには、 でシーリーを断られるも NWA フロリダ地区のプロモーターだったエディ・グラハムの息子マイク・グラハムを介して広松田のトレーニングを受けるレスラーになるのを諦めさせるため松田から厳しいしごきを受けて足を折られたこともあったが1977年8月に覆面レスラーのスーパーデストロイヤーとしてブライアン・ブレアーを相手にデビューを果たした以後テリー・ボールダー スターリングゴールデンなどのリングネームを用い、ビリー・グラハムの影響下にある筋肉派の新鋭選手として、アラバマのサウスイースタンチャンピオンシップレスリング、テネシーのコンチネンタルレスリングアソシエーション、ジョージアのジョージアチャンピオンシップレスリングなど、南部の各プロモーションをベビーフェイスのポジションで転戦。 アラバマでは1979年6月に、オックスベーカーから南部版の NWA、サウスイースタンヘビー級王座を、ダッシュ、12月には、ディックスレーターを破り、同王座の北部版も、獲得している。5月から7月にかけてはモービル及び同山にいて、当時ハーリーレースが保持していた、NWA 世界ヘビー級王座に、たびたび挑戦した。テネシーでは、 同年5月21日、メンフィスのミッドサウスコロシアムで、同地区の英雄的存在だった、ジェリー・ローラーとタッグを組み、ジョージアでは10月19日に、アトランタのオムニコロシアムで、スタン・ハンセンと対戦した。同時期、テレビドラマ、超人ハルク主演のルー・フェリグノと同じカメラに収まる、機会があり、トップボディビルダーのフェリグノより巨大な肉体が評判となる。これを機に、 超人ハルクにあやかり、ザハルクをニックネームに用いるようになった。一時は、プロレス界を離れ公安労働者に転じていたことも、あったが、テリー・ファンクやジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコらの勧めで復帰を果たし、WWF 入りのきっかけをつかむ。1979年12月、WWF に初登場、ビンスマク・マホンシニアの提案で、 ハルク・ホーガンとリングネームを改め、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにおけるデビュー戦で、デッド・デビアスに勝利を収める。以後、フレッド・ブラッシーをマネージャーに迎え、アンドレザ・ジャイアントの巨体に対抗できる超大型のヒールとして、トップ戦線で活躍。ゴリラ・モンスーン、ティト・サンタナ、ドミニク・デヌーチ、レネ・グレー、ジョニー・ロッズ、ホセストラーダ、イワン・プトスキー、 パッド・パターソンらを相手に、デビュー戦から二十数連勝という戦績を残した、ことから、マディソン・スクエア・ガーデンの奇跡と評され、その名を全米に知らしめた。1980年は、ボブ・バックランドの WWF ヘビー級王座にも、フィラデルフィアやアレンタウンなどで、再三挑戦、8月9日にシェイ・スタジアムで、開催された、ビッグイベント、ショーダウン・アット・シェイでは、 アンドレとのシングルマッチが組まれた。1980年から1983年にかけて日本では当時 WWF と提携していた新日本プロレスを主戦場とする。初来日は1980年5月の第3回 MSG シリーズ。アメリカでのスケジュールの都合のためリーグ戦には参加せず、初来日ながら、 シリーズ後半戦への特別参加という扱いで、ストロング小林から勝利を収め、アントニオ猪木とのシングルマッチもテレビ中継で組まれた。当時は1955年生まれと称しており、金色のマントをまとい背中には黒い豪語を生やしていた。二度目の来日となる1980年10月には、タイガージェットシンに次ぐ、 外国人陣営のジュニアエース格として猪木が保持していた NWF ヘビー級王座への挑戦をはじめスタンハンセンのタッグパートナーとしても活躍し同年11月開幕の第1回 MSG タッグリーグ戦ではチョキボブバックランドのチームと決勝を争った1981年9月には全日本プロレスへの移籍が発表されたことがあり実際に 同年5月に、ボビー・ダンカン経由テリー・ファンクの仲介で契約書を交わす段階にまで至った。しかし、ホーガンはそれを新日本に見せ、ギャラ釣り上げの交渉に使ったため、ご破産となったと言われている。その行動に起こったテリーは、慶応プラザホテルで、ホーガンを殴り倒したとされているが、テリーは、辞書で否定している。 ハンセンが全日本プロレスに移籍した後の1982年にはウエスタンラリアットを模したアックスボンバーをフィニッシャーにしよう。出演映画ロッキー3の公開もあって本国同様に日本でも大ブレイクしハンセンに代わる新日本の看板外国人選手となる。外国人ベビーフェイスとして日本人ジミエーにも加わりチョキとのタッグや アブドーラ・ラザ・ブッチャーとの対戦も実現した。坂口誠司とのタッグチームでは、キラー・カーンブラック・ジャック・マリガンとの日米混合のスーパーヘビー級タッグマッチも行われた。1983年に開催された IWGP 決勝リーグ戦にはアメリカ代表として参加し、6月2日に倉前国技館で行われた決勝戦ではチョキを アックスボンバーで越して優勝を果たした。1981年から始めた右手人差し指を高々と上げ、一番、と叫ぶ決めポーズも話題になり、リングコスチュームも黒のショートパンツに白地で一番と書いたものにする。一番と書かれたタンクトップや T シャツ、ハッピーも発売された。 以降一番はナンバーワンを意味する語として、アメリカでも有名な日本語の一つとなった。1981年からはアメリカでの主戦場をアワに移し、本国アメリカでもベビーフェイスとして大ブレークを果たす。しかし、アワ世界王者、ニックボック・ウィンクルを相手に何度となく、幻の勝利を挙げたにもかかわらず、アワの主催者だったバーン・ダニアは、他のスポーツの実績もなく、 単純なパワーファイターの方眼の商品価値を過小評価しやは世界ヘビー級王座を与えなかった。世界王座体感は果たせなかったものの、同じくスーパースタービリー・グラハムに憧れたジェシー・ベンチュラとの構想や長距離選手、ジェリー・ブラックウェルとのボディスラムマッチなどでも人気を博す。また、WF や新日本プロレスでの旧敵である、 アンドレザ・ジャイアントともタッグを組み、悪党マネージャーのボビー・ヒーナン率いるファミリーと軍団構想を展開した。同時期、ホーガンの知名度をさらに向上させたのが、1982年公開のアメリカ映画、ロッキーさんへの出演である。ホーガンは、プロボクサーのロッキーと戦う敵役のプロレスラー、サンダー・リップスとして、プロレス界以外でもネームバリューを高めた。 1983年12月、シニアの後継者となるビンス・マク・マホン・ジュニアに、WWF 全米進出計画のエースとして、白羽の矢を立てられ、日本滞在中に、WWF と専属契約を交わす。1984年1月23日、MSG において、アイアンシークを下し、WWF 世界ヘビー級、王座初体幹。2月10日には、 NWA の総本山だったセントルイスのキールオーディトリアムにてマスクドスーパースターを相手に初防衛に成功。以降、同年より開始された全米振興サーキットにおいてポール・オーン・ドーフ、ビッグ、ジョン・スタッド、デビッド・シュルツ、ロディ・パイパー、カウボーイ・ボブ・オートン、ニコライ・ボルコフ、グレッグ・バレンタインなどの競合との防衛戦が各地で行われた。 シンディローパーらと共に MTV に出演するようになると、その圧倒的なカリスマ性と単純だがわかりやすい試合でプロレスファン以外の層にまで人気が爆発していった。1985年3月31日にレッスルマニアの第一回大会が開催されて以降は社会現象と呼べるほどの国民的人気を獲得した。このレッスルマニアという名称自体、 レッスルと、ハルクファンの、ハルカマニアを足した、ホーガンのための大会だった。一行も、カマラや、キングコングバンディなどの巨漢ヒールから、元 NWA 世界王者のテリー・ファンクや、ハーリーレースまでを挑戦者に迎えて、タイトルを防衛。人気絶頂期に行われた、アンドレザ・ジャイアントとの対決では93,173人という、観客動員数を記録している。 その後も WWF 世界王者として活躍し、フェイスターンした、旧敵のパイパー、オーオンドーフ、ドンムラコラとタッグを組むこともあった。1988年2月5日の、WWF ザメインイベントにおけるアンドレとの、防衛戦において、3カウント前に肩を上げたもののフォール負けを取られて、タイトルを失うが、その後も、ホーガンの人気は衰えず、 同年3月27日のレッスルマニア4での新 WWF 世界王者決定戦では前年にフェイスターンしていたランディ・サベージの王座体感をアシストした。以後、サベージとメガパワーズなるタッグチームを結成し、アンドレテッド・デビアスのメガバックスやビッグ・ボスマンアキームのツイン・パワーズなどと構想するが仲間割れ。 1989年4月2日のレッスルマニア V において、再びヒールとなったサベージを破り、WWF 世界王者に返り咲いた。その後、様々な低予算映画に主演し俳優としても活躍した。1990年には、日米レッスリングサミット東京ドーム戦への出場で久々に来日し、 スタンハンセンのラリアット封じにより、前蹴りからのアックスボンバーで勝利する。1991年は当時 WWF と提携関係にあった SWS にも来日、天竜源一郎との一騎打ちや、タッグチームも実現した。しかしこの時期より、俳優活動のための長期欠場やステロイド裁判の影響で、ビンスマクマホンとの間に亀裂が生じ始め、 1993年、俳優への本格的な転校による引退を理由に、WWF を退団した。1993年5月3日、8年ぶりに、新日本マットに登場した。福岡ドームで、グレート、ムタと対戦した。この時、新日本プロレスは、WCW と提携を結んでおり、現役 WWF 世界ヘビー級王者であった。 ホーガンの出場は考えられないことであった。また、ムタも当時は IWGP ヘビー級王者であったため、日米のトップ対決としても注目された。同年9月23日には、横浜アリーナでムタと組み、ヘルレーザーズと対戦している。翌年1月には、藤波達司とも対戦した。連続テレビドラマを制作、主演していた1994年。 同じディズニーワールド内で、t b マッチを収録していた WCW と契約した。WWF 時代と同じく、ベビーフェイスのポジションで活動し、PPV 工業の切り札として、リック・フレアとの WCW、世界ヘビー級王座戦も行われたが、WWF を凌駕するほどの起爆剤とはならず、方眼本人も新たなキャラクターを求めた。 1996年7月ヒールに電撃転校し、同じく WWF から移籍してきたケビン・ナッシュやスコット・ホールと共に、ヌオーを結成、コスチュームのテーマカラーもレッドイエローから黒ずくめに一新し、ハリウッド・ハルク・ホーガンを名乗った。詳しくはマンデー・ナイト・ウォーズを参照。これによってホーガンは選手としてのキャリアのリセットにも成功し、 また、ヌオーの大ヒットで、WCW は、WWF の人気を上回るようになっていく。ヒールサイドの主役として活躍し、WCW 世界ヘビー級王座も何度となく、獲得。1998年には、ビルゴールドバーグとの超人対決が実現した。ヌオー解散後は、他のベテラン選手たちと共にミリオネアーズクラブなる、ユニットを結成したりもしたが、 家族と過ごす時間が欲しいとの理由から2001年の WCW 崩壊を前に離脱した。かつてのレッドイエローのコスチュームでジミーハートの旗揚げした新団体 XWF の TV テーピングにも参加したが同団体もほどなく活動を停止した。2004年8月リングインしたサイのパフォーマンス。2002年2月 ビンスマクマホンの四角ヌオの一員としてヒールに戻り WWF に復帰する。レッスルマニア X8 で8年ぶりのレッスルマニア再登場を果たし当時の主役ザ・ロックとの頂上決戦が実現。WWE 側は悪の数軸ヌオ軍群水砲が後、絶対的ベビーフェイスのロックが迎え撃つというアングルを構成したものの 入場シーンからホーガンへの爆発的、性に食となり、ロックの方がブーイングを浴びる結果となった。この試合は、アイコンボジコンという試合タイトルにふさわしい重厚な、名勝負となり、ホーガンのハルクアップ3、パンチビッグブーツレッグドロップというフィニッシュムーブを、ロックが、キックアウトしたシーンは大歓声を浴びた。最後はロックが、ロックボトムに連発から、 ヒープルズエルボーでホール勝ちを収めた。試合後ホーガンは、ヌオーのメンバーであったホールとナッシュに裏切られ、暴行を受けるが、直後ロックが助けに現れ、共に迎え撃った。ホーガンはロックに握手を求め、翌日からヌオーを脱退し、ベビーフェイスに戻った。同年7月4日の独立記念日には、エッジとのタッグで自信初の WWE。 世界タッグ王座を獲得。ブロックレスナーとの対戦の後、一時団体を離脱するが、復帰した冬頃からスマックダウンにてビンスとの対決アングルが組まれ、レッスルマニアジックスで対決し勝利する。2003年5月には覆面レスラーのミスターアメリカに噴するも、その後ストーリーに不満を抱き同年6月に、w、WE を離脱した。同年10月13日、 新日本プロレス、アルティメットクラッシュにワンマッチのみ参戦、長野正宏とシングルマッチを行った。2005年4月、WWE 殿堂入り。また、レッスルマニア21にて、WWE 再登場を果たした。7月には RAW に正式に復帰して、選手登録もされ、ショーン・マイケルズと交想を繰り広げた。両者の戦いは、 サマースラムで決着。2006年のサマースラムでは、ランディ・オートンと対戦し勝利。次回の試合は2007年のレッスルマニア23での、ストーンコールドスティーブ・オースチンとの夢の対決、あるいはアンドレ・ザ・ジャイアント戦20周年を記念した、ビッグ・ショートの対戦が噂されていたが、実現しなかった。2007年4月、PMG クラッシュ・オブ・レジェンズに、 単発出場。その後は2009年10月27日、ティエネと契約した。その直前には、エリック・ビショフラと共に新団体、ハルカマニア設立を発表、同年11月に、オーストラリアで、旗揚げ工業を開催した。2014年2月24日、次のレッスルマニアのホストとして WWE に復帰。 公式サイトにも所属レスラーとして掲載された。しかし、2015年7月24日に、WWE はホーガンを解雇したと発表した。8年前に録音された彼の会話の中で、人種差別発言を行ったことがその理由としている。WWE は声明の中で、従業員もレスラーも、世界中のファンも多様であるように、 あらゆる出自の人々を受け入れ称賛してきたのが、WWE、テリー・ボレアとの契約は終わりだと表明、関連商品もすべて発売停止となった。しかし、2018年7月、WWE は、突如、ホーガンを、WWE 殿堂に、再び登録した。ホーガン本人は、その日に行われた、PPV、エクストリーム・ルールズの、舞台裏にて、 団体関係者らと対面し、過去の件について謝罪したと報じられた。そして11月2日、リアドで公演された、クラウンジュエルに、ホーガンが登場。マイクパフォーマンスだけであったが、大いに観客を沸かせ、元気な姿を見せた。2019年4月6日、ニューヨーク州ブルックリンのバークレイズセンターにおいて、 WWE 電動に迎えられた、ブルータスビーフケーキのインダクターを務めた。同年12月、ヌオーとして2020年度の WWE 電動入りした。ホーガンは2002年5月に、WWE に復帰するが、その翌年、ビンスマクマホンによって、出場を停止にされてしまう。しかし、その時にスマックダウンを救うために、一人のマスクマンが殺走と登場した。 彼こそがミスターアメリカである。正常旗風のロングタイツ、そして中央に星をあしらったブルーのマスクが特徴的であった。当初、髭の生え方やビルドアップされた筋肉、白いリストバンドをしていることなどから、その正体はハルクホーガンではないかと騒がれた。しかし、ビンスマクマホンの手によって嘘発見器にかけられた際、あなたはハルクホーガンですか との質問に、ネガティブの結果が出ていることからも、この噂は否定されている。なお、この際、ビンス自ら嘘発見器にかかり、嘘発見器が故障していないことを証明している。本人は、ハルク・ホーガンに憧れ、トレーニングをして、十分なビタミンを摂取してこの体を手に入れたと、語っている。なお、ハルク・ホーガンが、WWE から離脱すると同時に、 ミスターアメリカも姿をくらませている。そしてビンスマク・マホンがミスターアメリカはハルク・ホーガンだったので解雇したと番組で述べ実際に素顔を見せている映像を流したことでミスターアメリカが登場するストーリーは終了している。来日した2003年10月12日に東京ドームホテルで記者会見が開かれ その中で新日本と IWGP に対する熱い思いを語ったが、最近は新日本と WWE の関係が断絶されたことから、IWGP ヘビー級王座への挑戦は、愚か来日すら、ほとんどしなくなった。しかし2007年5月9日、娘のブルック・ホーガンの日本デビューのプロモートのために、久々に来日した。フジテレビの、先駆け。 音楽番付で、試合以外では、久しぶりに、日本のテレビ番組に登場した。さらには2007年5月10日親子でギャオのお昼の生放送番組に緊急生出演し、5月11日には、笑っていいとも、にも生出演した。2005年から2007年にかけて、人気リアリティ番組、ホーガンノーズベストに出演しており、ホーガン本人はもちろん、妻のリンダ。 娘のブルック、そして、長男のニックを含めた、ホーガン一家の素顔が垣間見られる。左手薬指に、結婚指輪のタトゥーを彫り、愛妻家として知られるホーガンだったが、2008年、娘のブルックの友人である、クリスティアーヌ・プランテがホーガンとの長年の、不倫関係を告白した。妻のリンダとは離婚し、ブルックとクリスティアーヌの友情も崩壊した。 離婚裁判により、妻のリンダに、ほとんどの財産を奪われることとなる。ランニングレッグドロップ、チャーのバンドピンククラウドによる演奏と自身の歌と、ベース演奏。ありがとうございます。